こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ミンゴル始めていきましょう。さあ、一体何をやるんでしょうか。ゴールチャレンジャーアイナ、協力ライバル。これだけ？さて、どこだろう。さあ、アイナ。なんか、まあ、もうすごいモブ感がある。シカちゃん、コース見てみるか。ちょっと、これは、やべえ、いや、和音ですね。彼女も結構飛ばすな。ナイス音です。 4.1m。 さあ、これ逆にパターだから難しい。パターしか選べないからな。
け、オーバーしすぎ。惜しい。バーディートライ。パーに終わってしまいました。でも勝ちました。ユミ、雪のコースですね。もう結構一打でいいとこまで行きそう。それでもまだまだな。え、そうなんだ。一応やり直そう。行くか。よっ。当たるんだ、結局当たる。これどうだ？これがベストだったが、あーでもダメだ、バンカーだ。まあ当然相手は刻んでいきますよね。あっと引っかかってしまった。 OB だ。オーバーすんじゃないの。上り坂だからそれでいいのか。ツーオンです。出すだけだな。まだまだ距離は長い。あーっと、結構な急な下りだ。
って寒いと思いになった。ダボ、オッケーか。よし、勝ったには勝ったが、ベルナデッド、なんかビルが建ってる。一打では無理ですね、これは。打ち下ろしだ、しかも。セミラフなんだ。分かっていくんだ。この辺で相手にリードを許してるが、ここは問題ですね。越えないといけない。なんか当たった？当たったかも。おっと、ここでグリーンに入って3.2メートル。2オンはでかい。3オンしそうな相手もちょっと足りないか。からセミラフか。うまいな。惜しい。さあ、あれバーディートライ。しっかり入りましてバーディーです。トリック、行くか。よし、はい、バイブス上げてくぜ。下手なコースですね。飛ばしまくりましょう。いいですね。まだ転がっていく。よっ、
かり通音してきて、かなりゴールへ近い。わ、これはすごい。1点ピンチ。これは、こちらもいいショットは打ったんですが、一応1対1台 AI ともう絶対負けです。あ、ダメだ。あ、いや、入った。まあ相手をバーディー取るでしょうからね。よし、1300も持ってんのか。勝てるわけねえだろ。相手がミスするのを待つしかないな。同じです。その辺はさっきと同じ。うん、ちゃんといいとこに乗せてきました。まあ、この辺は相手を2打目待つっていう感じですね。1打はまあある程度現実に来るんで。いや、どうなんだ。あ、ラフだ。イライラしてます。ダウンの入れ替わりがすごかったからな。おっと、いや、おかしいだろう。右に行っちゃった。ですかね、終わった。頼むぞ。どう転がっても負けだ。おっと、やらかした。パーパットですか。これはまたくるくるパット。え、なんで？よっと。くそ。よし。運よく相手の2打目がミスしたところも狙うしかないですね。よし、頼むぞ。そこが燃えた。まあ変わらないんだけどね、結果は。何これ。いや、刻んでるだけか。もっとラフに入り込んでしまった。しかもヤシの木は目の前だが、こっからリカバリするんだよね、結果的には。足りないか。急に何が起こったんだ。一応バー使ってない。ちょっと下りですからね。
この辺りかな。いけ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 、オッケー、グッドワンショット。スプリンっていうのもありえるからな。あ、うまいな。相手はパーパットです。え、どうしたんだ急に。パーはキープです。よし、突破。今度はヘンリーです。1打でオンで、ワンオンできそう。あ、それは無理か。ミスった。ちょっとフックしちゃってる。リタイア、リタイア。押せない。やりたいな。おっと、よっ、いける。リタイア、リタイア。あ、スタミナ不足だ。行くか。よし。なるほど、その端がずっと。気になってたのか。いけるか。こちらうまいですね。さあ、この2打目が結構重要で、おっとラフに入った。こちら2打目入れば結構いいんですけどね。どこだ。オッケー。さあ乗せてきました。 1.4m。 結構曲がるんだ。
よし、オッケー、勝ちました。アレシア、マダムかな。よろしくてよ。父からゴルフを教え込まれた。あ、強そうですね。風車のコースですが、一打目もし行ったらどこに行くんだ。ワンオンする可能性あるのかこれ。オーバーしちゃいますね。あかん、ちょっとオーバーです。あ、でもワンオンはした。距離はただね9メートルあるんだよな。相手もすごいな。思った以上にパワーはあるが、逆にオーバーです。ワンオンできなかった。あ、ここのリカバリー力はすごいだろうな。すごいな。こちら。パターのしかも下りで相当苦労するよな。そうだ。どうだ？あ、結構いいとこまで来た。これ入った勝ちか、勝ちかな。頼むぞ。オッケー、バーディー。相手1700なんだ。なんでそんなに持ってんだ。勝ったと思ったのに。さっきよりは近い。2000ポイントを超えた。あー、うまいな。あ、でもないか。ナイスオンはしたが、パット次第です。相手はまだ距離があります。あら、まあ、これは仕方がない。来い。あーっと、わずかにショート。でもこのまま行けば勝てるはず。バーディー追加で多いですからね。4000ポイント超えました。よし、もう乗るんが、ダルシムっぽい。いろんなコースがあるんだな。もし
飛行機が止まって飛行機で行くコースが合うかをサバンナがシマワが走れたぞ。これどうなんだろうな。これフルパワーで行ってもダメか。ちょっと足りない。いけるかも。魔王を狙っていく。お、いいぞ。これまさか逆にオーバーしてしまった。この発想は多分ないと思うんで。なんだろう。フェアウェイはフェアウェイだが見た目がちょっと難しいかな。でもアプローチみんな上手いからな。見た目でここまで乗せてきました。あ、これはひどいな。よし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 。こちら3段目、これ入れば勝ちです。いけるか。 OK、 勝ちました。よし、次は最後かな。これはかなり長いコースだな。刻んでいくしかないか。よし。しかも途中バンカーがあるし。これはきついな。まあすごいな。ダメ、十分です。この2段目が大事。左曲がった。あ、結構距離がある。いや、無理でしょう。これでもなんかショートしそう。おお、いいとこまでは迫った。相手も結構距離あるな。あー、負けだな、これ。よし。くそ。
けるか。まあ一打目はそんな重要じゃない。まあ相手がミスしてくれるのは待つのみだな。と下り坂っぽいんですね、これ。だからさっきオーバーしたのか。どう？さすがです。5.6 メートル。そう、この2打目が大事です。よし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 、ちょっとえ嘘、これを入れないと負けですね多分。近づいたが、カンプな負け、なるの負け。くそ。よし。ここで終わりましょうか。節制だ。え、なんで節制できないんだ。ないですね、なかった。ポイントはどちらにしても速だ。これは何だ、露出際って何だ、貸し出しか。パッドコントロールを上げましょう。仕方がない。ということで、ギアカスタム、こういうふうにしてギアを増やせるのか。
なんだこれ、ミンゴル適性って。置き換わるのか。はい、ということでこのイベントミンゴルチャレンジアイナを今回やっていきました。みんなアプローチが強いですね。なので苦戦してしまいましたね。引き続きやっていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価まだの方はぜひお願いします。概要欄に表示されているプレイリスト、ブログ、ツイッターもご覧ください。まだの方ツイッターのフォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。